はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 B のベクトル方程式丸5についてお送りします。で、前回までの丸1から丸4まではずっとポイントがねあって勉強してきたんですけど、こっから2本、丸5と丸6が問題演習になります。で、今回ね2問今書いてありますので、できそうな子はねぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって分かんないのがあれば、今からね両方解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まず丸1番が点 A1 のマイナス3を通ります。で、 D ベクトル2の6に平行な直線と垂直な直線を両方出しに行きます。まあ2つ求めるってことだね。で、平行な直線に関してはベクトル方程式丸1の動画でやったやつで、垂直な方は丸3かなでやった方線ベクトルのとこだね。そこの知識を使っていくんだけど、よし、じゃあまずね、ちょっと今回も板書量が若干多い気がするのでちっちゃくなっちゃいますが、平行、これまず公式あったね。 P ベクトル、求めたいそのベクトルは A ベクトルプラス TY の D ベクトル、つまり A ベクトルプラス TD ベクトルだね。で、 A ベクトルはこれのことです。今回ね、1のマイナス3、これの1ベクトルを考えればいいので、で、 D ベクトルは2の6って書いてあるから、まあ、あと代入するだけです。で、そうすると1のマイナス3でしょ、プラス T 倍の2の6となります。で、これくっつけるとね、1足す 2T です。 T 配ると X の方がね、左側を計算すると1プラス 2T、それが X なので X プラス1プラス 2T となると。で、 Y の方も同じようにやると Y はマイナス3プラス 6T となります。で、あとはこの連立方程式、まあ連立までね、連立方程式は T を消すように計算すると。で、そうすると上3倍にして 3X イコール3プラス 6T で、下はいいね、そのまんま。こうして T を消すのが目的だから引き算をします。そうすると 3X-Y で、右辺を計算すると6なんだよね。で、それこっちに持ってきてしまうのでちょっと暗算しちゃいますけど、マイナス6忘れずイコール0と、これで完了です。平行な直線ね、まあもちろんいきなり直線出す公式あるんですけど、自分はまあそれ覚えなくてもね、この流れでそんなに時間かかることでもないのでいいのかなとは思います。で、垂直が入るだろうかちょっと電話かけすぎだな、ちょっと待ってね。垂直が、で、これさっき言ったようにベクトル方程式丸3でやったやつで、公式は N ベクトル、まあ、方線ベクトルっていう、その垂直なベクトルね。今回ね、 N じゃなくて D 使ってるんですけど、一応その時やってた公式は N ベクトルとB ベクトルマイナス A ベクトルの内積が0っていう、これちょっと狭くなっちゃったけど、内積が0ね、これが公式です。で、多分これその時ね、普通にこう公式の中に、なんだっけ、成分入れて計算してしまったんですけど、なんか成分の掛け算、なんだ、内積書いちゃいけないらしいので、なので今回はここの N が、まあ、D に変わってると思ってください。こいつに垂直な直線だから、いいね、これに垂直ってことで出すと。で、P ベクトルマイナス A ベクトルは、じゃあそれ書こうか。A ベクトル。P ベクトルは XY です。いいね、XY。それから A と B、A をね、引けばいいだけなので、まず、X ね、から1を引いて、X 引く1。で、Y の方は Y からマイナス3を引くから、プラス3だね。これと、これの内積が0なんです。で、内積の計算は左と左、右と右をかけるだけだから、左と左かけると、2x-2 でしょ？で、右と右かけると、プラス 6y、プラス18イコール0ね。忘れずにね。これ多分、下怪しいよね。OKOK。で、これ計算すると、2x プラス 6y プラス16になります。左の左辺がね。
で、それ全部で2割れるので、2を割ってしまうと、x、プラス 3y、で、16だから8か。プラス8イコール0と。これがね、垂直な方の直線の方程式となります。まあ、事前にね、勉強してる内容も公式をこうやって使えばいいよっていう感じですね。で、次の2番に関しても、まあ、同じような知識でやっていくんですけど、まあ、こういうふうに考えて解くんだよっていう特徴をつかんでもらえるとね、ありがたいんですが、2番、結局定数 ABC3 つ出します。で、まず直線、これ、2x-3y-5 イコール0。でも直線書いてあるんで、今回ね。で、それが D ベクトル、A の2に平行なんです。で、N ベクトル、2の B に垂直になります。で、最後、直線 5x プラス cy プラス2イコール0。こいつに垂直に交わると。だから、まあ、わかると思いますけど、ここの、これに平行ってものから A を求める。これに垂直で計算して B を求める。で、これに垂直で C を求めるっていう流れでいきます。いいかな？で、まず、A からっていきたいところなんですけど、これ B から出しに行きます。なぜかっていうと、直線書いてある。で、これが垂直、まあ、これに垂直ってことは、これ放線ベクトルなのね。で、その時の、それも丸3の時か、の動画でもやりましたけど、直線の式が書いてあったら、放線ベクトルわかるんです、一瞬で。で、なぜなら、こういうね、ほにゃらら x、プラス、まあ、プラスマイナスどっちもいいですけど、ほにゃらら y、プラス定数、イコール0になった時、x と y の係数がそのまま放線ベクトルになる。これね、ぜひ、丸3、2個前の動画になりますけど、見てみてください。ポイントの中に書いてありますんで。なので、こっから、もう n ベクトル、放線ベクトルは、2のマイナス3ってわかる。直線見たらね。だから、2のマイナス 3? あ、これマイナス3じゃん。つまり、b イコール、マイナス3って。これはすぐわかる。放線ベクトルはね。で、次、どう考えるか。次ね、A に行きます。あ、こっちだね。これに平行って。で、これどう考えるかっていうと、結論としては、この D ベクトルと、この N ベクトルの内積が0を使います。内積が0。で、これなんでかっていうと、この直線があるじゃないですか。で、直線ちょっと解消書こうか。直線を、こうありますよね、直線が。で、それに、D ベクトルに平行って言ってるから、この D ベクトルは、この直線に必ず平行になるから、こうなるでしょ。これ D ベクトルね。まあ、場所はわからないけど、平行だからさ。で、N ベクトルに垂直ってことは、N ベクトルはこの元々の直線に垂直なんで、まあ、どっかわかんないですけど、ちょっとあえてこう書こうか。垂直になるものになりますよね。ってことは、今図で書いて、まあ、D って書いちゃったよ。間違ってる。N ね。で、図でわかるように、D ベクトルと N ベクトルは必ず垂直になります、この二つ。ってことは、垂直になるってことは、ベクトル同士がね。垂直になるっていうのは、内積がゼロなんです。もう垂直的では、それにね、ピンって繋がってほしいんですけど。だから、この D ベクトルと N ベクトルの内積がゼロが使えるので、N ベクトルは今出てるからね、ここも。で、D はここにあるから、左と左、右と右をかければいいので、2と A をかけて、2A。で、右と右をかけて、マイナス6イコール0です。もうこれ解くだけだから、これ持ってきて6、2で割れば、A イコール3と。ね、これで終了です。だからここに繋がってしまえばね、ここに持ってこれれば、もうどうってことないんですけど、ここに持ってこれるかどうかがちょっとポイントになります。で、最後はこの直線、つまりこの二つの直線が垂直って言ってるんだよね。で、これどう考えるかっていうと、これも放線ベクトルで考えます。放線ベクトルで攻める。で、なぜかっていうと、直線の式が分かってると、さっきも言ったように放線ベクトルすぐ分かります。こいつの放線ベクトルは2のマイナス3。こいつの放線ベクトルは5の C になります。この係数取るからね、5の C って。で、今、青の直線が上の、さっき書いたですね。
こっちだと思ってください。で、今からこの赤の方を書きます。下が赤ね。と思って書くと、二つが垂直に交わるってことは、まあ、こんな感じになるはずなんだよね。垂直になるとしたらさ、ちょっと、一回見てみないとね。で、今、赤こっちね。赤の方線ベクトルが5の C なんだよ。で、こいつの方線ベクトルっていうのは、赤の直線の垂直な方線だから。垂直な線のベクトルなんで、まあちょっとね、こう書きますけど、こういう風になるはずなの。赤に垂直なやつだからね。そうすると、もともと青の方線ベクトルの N ベクトルと赤の方線ベクトルも垂直になるはずなの。もともとが垂直なんだから、垂直と垂直も垂直になるから必ず。で、そこを使っていきます。なので、この方線ベクトルが5の C。で、この方線ベクトルが2の3ってわかるから、そこの内積を計算して、ごめんね。左と左計算すると、10。で、右と右計算すると、マイナス 3C。で、それが0になります。で、これも、普通に計算して、まあね、10持ってくればマイナス10なんで、両辺マイナス3で割ると、割り切れないんで、分数のまま行きましょう。C はマイナス、あ、これ3分の10となります。これ隙間空いてるから答えまとめとこうか。つまり A イコール3、B イコールマイナス3の C イコール3分の10と。これが答えになります。なので、まあ右の方が、まあ2番の方がね、3つも出さなきゃいけないんだけど、やること、書いてることはすごく少ない。けれど、その、方線ベクトルに話を持ってって、まあ、平行なベクトルも出てきましたけど、方線ベクトルに話を持ってってそこで考えるとかっていうのは、多分知ってないとピンとこないところではあるので、まあ、こういうふうに考えて解くんだよというのをね、ぜひ覚えておいてください。では、今回は高校数学数 B のベクトル方程式丸5についてお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回もう一本だけ、問題集ね、やっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。